動画をご覧の皆さんこんここにちはの秘密基地へようこそ今日はメナゾール編の続きをやろうと思ったんですけどもちょうど今日待ちに待ったこれが届いたんで今日はこれを遊びながらレビューします。 まあ普段僕がどんなおもちゃを買ってるかっていうのも込みで見てもらえると嬉しいです。今日遊ぶおもちゃはこれだマスターマインドクリエーションのターミナスヘキサトロンです <music> まずはこのおもちゃが簡単にどんなおもちゃか説明するとメーカーは海外のマスターマインドクリエーションです。で、このパッケージに写っているロボットターミナスヘキサトロンといってヘキサトロンのヘキサとは何を表しているかというとギリシャ語で6を表しています。 6。そうです。これがパッケージの裏側なんですけども、表ではかっこいいロボットが映っていたんですけど、ここには1、2、3、4、5。全部合わせると6つですよね。そうです。このヘキサトロンは6段変形するロボットなんです。今日はこのターミナスヘキサトロンでじっくり遊びながらレビューします。まずこの箱なんですけど、結構大きいんです。 まあ、たまたま近くにあったマスターピースウルトラマグナスと比べると、まあ、大体同じくらいの大きさなんです。おー、ドキドキする。あ、中にも箱が入ってるんだな。おー、ご覧ください。箱の中に箱が入っています。わー、これすごい豪華ですね。パッケージの中を開けると、本体と、 あとはこの紙が入っていて、ここに変形マニュアルがぎっしりと書いてあります。それから中にカードが入っています。おメッキ加工が施された銃が入っています。ご覧ください。ヘキサトロンのロボモードです。もう理屈抜きにかっこいいですよね。 僕、うこういうプロポーションのロボット大好きです。今、じっくり眺めているんですけど、本当に惚れ惚れします。この脚部、ご覧ください。艶やかですよね。まるで超合金のロボットかのようです。これは材質はプラスチックなんだけど、メタルフィニッシュといって、こんな風にヘキサトロンの全体の7割が、上品で高級感のある仕上げになっています。タイヤのホイールの部分がメッキなんですけど、 安っぽいメッキではなくて、すごく高級感があります。こう今いろいろ動かしているんですけど、各部が、適度なクリックが入っていて、うん、安定感がありますね。各部の強度や保持力、全体のバランスなどがすごく優れているので、かっこいいポーズが決まります。僕はそんなに稼働にこだわるタイプではないんですけども、このように縦膝が余裕でできたり、 一本一本の指がすべて独立して稼働したり、もう稼働に関しては申し分ないですね。動かしてもかっこいいし、こんな風に巣立ちさせるだけでも迫力があります。ヘキサトロンの大きさは、まあ、これに匹敵するぐらいのボリュームがありますね。マスターピースウルトラマグナスにはダニエルが付属しているので、深い意味はないんですけど、こんな風に肩に乗せたり、手に乗せたり、ま、あいろんなことができます。 さあ、このヘキサトロン、さっきも言ったんですけど、6段変形します。何に変形するかちょっと見てみましょう。ウィングウルフモード。狼ですね。APC モード。装甲車です。それから、レーザーピストルモード。これです。タンクモード。そして最後が、スターファイターモード。ジェット機ですね。というわけで早速、残りの5つのモードに変形させます。変形 まずは胸部を展開して頭部を収納します。ウィングパーツを閉じます。腕の裏側のカバーを展開して拳を収納します。次は背面のこのパーツをどかして上半身、下半身を180度回転させます。次は足を曲げてこのパネルを畳みます。 ロボットのすねに当たるこの部分を展開して、このパーツを収納。そして、このようにします。各パーツはカチカチと小気味よく動くので、変形させてても楽しいですねで。この部分を前から見るとこのようになっていて、ここを展開します。ロボモードの時の背面だった部分、このウィングを下に下ろします。腕についているタイヤをこっちに持ってきて、 180度反転させます背面のこのパーツを展開しますそうすると中にはウルフモードの頭部が出現します最後にウィングパーツに銃を取り付ければ完成ウィングウルフモードです一見複雑そうに見えて変形工程すごい簡単でしたよね各部のまとまりもすごくいいです ある程度自由にポーズを取らせることができます。各部を動かしていろいろポーズを取らせるとかっこいいですね。さあ、次は、ウィングウルフモードの頭部を収納して、足、腕、ウィング。さっきとは逆の手順で戻していくとこの状態になります。このターミナスヘキサトロンは6段変形をするんですけども、基本的にはこの状態から、 こう変形していくような感じですね。さあ、というわけで、残り4つのモードも変形させていきます。次は APC モード。 完成 APC モードです余談なんですけどこのマスターマインドクリエーションのおもちゃってこの一つ一つのディティールがすごくきれいなんですよねさあ次はこの携帯からスターファイターモード 完成スターファイターモードです。おー、これかっこいいですね。やっぱりこの光沢感のあるメタルフィニッシュや上品な輝きのメッキパーツがすごい効いてますね。すごい小さいパーツなんですが、この着陸客も造形が細かくてかっこいいです。このスターファイターモードの全体的なシルエットがどことなく80年代のシューティングゲームに出てきそうなジェット機のフォルムをしてて、 これすごい気に入りましたね。さあ、次は、レーザーピストルモード。完成レーザーピストルモードです。特にトリガーやギミックはないんですけども、ちゃんと銃になっています。 で、今変形させながらこの説明書をずっとにらめっこしてたんですけども、この武器を左右対称に綺麗にマウントできなかったんですよね。こううまくつけようとしても干渉してしまうんですよ。他の人どうやってこれ取り付けてるのかなと思って、海外の掲示板を見たんですよ。ちょうどこの横の部分に穴が開いているんで、ここにちょうどはまります。確かにこれもいいですよね。なぜだろう。しっくりきます。さあ、残す形態は最後。タンクモード。 まずは、ウィングウルフモードの時に言っていたこの携帯から、ここから始めます。 完成、タンクモードです。これまとまりあってかっこいいですね。なんかどことなくこう、サソリみたいに見えますよね。いや、しかしプレイバリューすごいですね。ロボットに、ウィングウルフ、APC モード、レーザーピストルに、タンクに、スターファイターモード。あとはおまけなんですけども、もう一段変形いろいろいじっていたら、こんな形態にもなりました。 うん。さながら、ウィングがあって、ウルフの顔があるんで。うん。これぞ、ウィングウルフって言いたくなるような。<laughs> 言っちゃいけないのか。<laughs> そういう、こんな感じにもなります。他には、僕の大好きなアメリカの有名なガングレビューアーの、ピューさん。彼がこのヘキサトロンをレビューした時に、こんなモードにもなるぜって紹介してくれた。これもかっこいいですよね。 このヘキサトロンはいろんなところが稼働するので、こんな風に自分だけのかっこいいモードを作っちゃってもいいですよね。変形というわけで変形をご紹介しました。ご覧ください。実は今回のヘキサトロン、僕が購入するの、実は2回目なんです。こっちが2012年、今から3年くらい前に発売されたヘキサトロンの初版版です。この2つ同じように見えて、かなり細かい部分が違います。 当然ながら後に発売された今回のヘキサトロンの方が色々とバージョンアップされています。一応簡単に何がどう違うかを説明します。まずはこのウィングの部分の成型色が違います。頭部が新規造形パーツ。そしてこの胸部も新規造形パーツです。で、今回は豪華塗装が施されています。それから、このタイヤのホイールの部分ですね。この初版版のヘキサトロンはタイヤのホイール取り外して、さらにこのホイールが 手裏剣になるっていうギミックがあったんですけども、今回はそのギミックが丸ごとオミットされています。代わりに上品なメッキが施されています。まあこの辺はちょっと残念ですよね。9番であったギミックがオミットされるっていうのはちょっと悲しいですね。あとは初版はこのように剣が両腰に付属しているんですけども、その剣も今回はオミットされています。あとは銃が新規造形となっています。 あとは冒頭で述べたように、今回のやつは、メタルフィニッシュ加工が施されているので、うん、こっちの方が高級感がありますね。部分的に追加塗装も増えています。大まかな変更点はそんな感じです。変形ギミックなんかは特に変わっていません。で、両方触ってやっぱ思ったんですけど、こっちが後に発売されているだけあって、各部がカッチリしています。 ま、あこっちの方は販売されてから3年ぐらい経ってるっていうのもあるんですけども、こっちの方はもともと各部がちょっと緩かったりしてるんですよね。こっちは結構がっちり大きなクリック音が鳴りますよね。うん。ま、あそういった意味では遊びやすさは断然こっちですね。というわけで今回のマスターマインドクリエーション、ターミナスヘキサトロンのレビュー、いかがだったでしょうか今回のヘキサトロンとはちょっと話がずれちゃうんですけども、 僕は今回のヘキサトロンに限らず、マスターマインドクリエーションのおもちゃが大好きなんですよ。まず変形ギミックが素晴らしいのと、プラスチックの質がすごく良い。もう適度な難易度で遊んでて本当に飽きないんです。他にもマスターマインドクリエーションのおもちゃいっぱい持ってるんで、今後も少しずつレビューしていきます。僕はここで買いました。プラネットスチールエクスプレス。もし普段海外からこういうおもちゃを買っている方で、 特にマスターマインドクリエーションのおもちゃを買っている方、このプラネットスチールエクスプレス、本当におすすめです。で、あと最後の最後に、このまま終わるとすごく白々しくなっちゃうから、まあ、まあ、さらっと言うと、実はこのヘキサトロンって、トランスフォーマーザ・ヘッドマスターズのデストロンの忍者参謀、シックスショットに、まあ似てるんですよね。限りなく似てるんですよ。で、今回僕が紹介した最新版のヘキサトロンっていうのは、 レビューでもお伝えした通り各種がブラッシュアップされてますよね。それによってシックスショットにより近くなっているんです。まあただ限りなくシックスショットには似ているものの、まあそれを抜きで考えても、本当にこのヘキサートロンは素晴らしいです。もし購入を検討している方がいたら、今回の販売がおそらく最後だとのことなんで、早めの購入をお勧めします。いつも動画へのコメントや高評価など、本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。 チャンネル登録がまだの方、こういったおもちゃが大好きな方、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それでは次のレビューでお会いいたしましょう。わたわでした。